世界の鉄道一覧インドの鉄道インドの鉄道路線をインドの鉄道ではインドにおける鉄道について記す。インドの鉄道は国有であり、総延長は6万 2000km を超えて、世界第4位が植民地内における綿花、石炭、紅茶の輸送を図るためであり、インドを搾取する道具と見られて、何度か民族運動などで破壊の対象にもされた。 しかし、中には、インド人の民族資本家が引いた鉄道も存在しており、その中には、ある地域が、基金の際に、他の地域から物資を輸送することで飢餓を防いだことから、飢餓鉄道と呼ばれることになったものも存在したという。鉄道の機関は、広い方が望ましいという当時のインド総督、ダルハウジー教の意見を入れて1676ミ、mm、リメートルで建設された。 その後輸送量の少ない地方の路線については、建設費削減の目的から千ミリメートルと七百六十二ミリメートルの狂気が採用された。なお特殊な例として少ない輸送量と険しい地形を、勘案した六百十ミリメートルのダージリンヒマラヤ鉄道なども建設された。九百四十七年のインド独立後、鉄道網はインド国鉄の所有となり、幹線は 改め機によって1 6 7 6ト、mm、ルへの統一化が進められ、現在主要都市間はほとんど直通運転が可能になった。インドは国内航空も発達しているが、インド国民の中長距離旅行にはもっぱら鉄道が利用される。定期列車の最上等車であるラージダーニーエクスプレスのエアコン付き一等寝台の ニューデリームンバイ間の料金は2008年のデータでは3305ルピーで航空機12090ルピーのほぼ1、4であるが、一般庶民が乗るエアコンなしの二等座席車の料金は一等寝台の10分の1以下である。大都市間の幹線や都市均衡は、電化が進んでいるが、郊外にはディーゼル機関車も活躍している。機関車は、昨今になって、 ようやく観光用の一部を除き全廃され、日本の新幹線方式による高速鉄道を数年以内に着工に入れる構想もある。ナローゲージ鉄道の中には世界遺産になっているダージリンヒマラヤ鉄道、ニルギリ山岳鉄道、カールシムラ鉄道といった著名なものも存在する。三社を合わせた登録名称はインドの山岳鉄道群である。なお、 ムンバイの c s t 駅も歴史的な建築として2004年に世界遺産に登録されている。インド国内及び世界各国の観光客向けに2泊から1週間程度の観光ツアーをセットにした観光列車が設定されている。特別な内装設備や給仕を提供しており豪華列車とも呼ばれている。料金は他の列車に比べて 非常に高く設定されており、例えば2008年の繁忙期のゴールデンチャリオットは、7泊で9万8000ルピーであった。観光列車には、以下のようなものがある。優等列車用の電気機関車、ワップ号最高速度実速 160km インドにおける、長距離急行列車は、インド鉄道が管理運行している。インド鉄道は、トレインズアット、エーグランスという、 長距離列車のみを掲載した時刻表を発行している。長距離急行列車は800往復以上が設定されている。ただし、すべてが毎日運行しているわけではなく、週1便しか運行しない急行もある。列車編成の構造は、基本的に1等と2等の二等級制であるが、それぞれ寝台車や座席車、エアコンの有無などの区別による5から8種類の車両があり、 同じ区間において一番安い車両と一番高い車両ではおおよそ15から40倍の運賃の差が存在する。駅の待合室もこれに合わせ乗車する車両それぞれの運賃に見合った設備のものが用意されているほか、一等車は座席指定制であり、各車両の入り口の脇に乗客の名前が載っている座席表が貼り出される。 これらの運賃に見合った列車の編成や駅の設備は伝統的なインドのカースト制度に由来すると言えよう。主要路線はデリーコルカタムンバイチェン内の4大主要都市間を結ぶ路線で、これら4都市をそれぞれ結ぶ優等列車も多数設定されており、便利である。ラージダーに良い,い休校の朝食、厨房車で調理された食事を席まで運んでくれる。 長距離優等列車長距離優等列車を下きにて、列挙する。なお、ラージダーニーい,い急行やシャターブ D 急行などでは、乗車券代金に、食事やお茶のサービスも含まれている。他、主要な急行列車としての列車を下きに示す。短距離や中距離の移動には夜行を含むバスの便も多いが、長距離の移動については、航空機を除けば鉄道が最大の手段であり、 予約が取りにくい状況である。またほとんどの列車には予約不要の車両が連結されているがこちらは混雑が激しい。最近ではインターネットで予約することが可能になった。航空券と同様に E チケットが発行されそれを印刷したものが乗車券となる。乗車前の駅での手続きは一切不要でそのまま乗車する。インドにおける中距離列車は 各地方鉄道が管理運行している。時刻表も各地方鉄道が主要駅で販売している。大都市と大都市、あるいは大都市と中小都市を連絡する。普通列車や快速列車など、様々な種別が設定されているが、本数はあまり多くなく、少ない路線では1日に往復の列車も存在。ムンバイ・バンドラー駅の近郊電車デリー、ムンバイ、チェンナイ。 コルカタ、ハイデラバード、プネー及びラクナウカアンプルカには主に通勤用の近郊電車が運行されている。こちらも運行と管理は上記の中距離列車と同様に地方鉄道による。デリーの近郊電車はインド北部鉄道、ムンバイとプネーの近郊電車はインド中部鉄道、チェンナイの近郊電車はインド南部鉄道、コルカタの近郊電車はインド東部鉄道。 ハイデラバードの近郊電車は、インド中南部鉄道の管理。ラクナウカアンプルカンの近郊電車は、複数の地方鉄道により運行されている。近郊電車は3両につき1両の動力車を持つ、動力分散方式で、通常9両から12両編成で運転される。ムンバイのみ、直流電化だが、それ以外は交流電化。 一両あたりの定員は96人であるが、ラッシュ時の乗車率は300%に達する。運賃が安い、運転間隔が短い、渋滞の心配がないなど利便性が高いだけに、利用者も多く、慢性的に混雑している。2014年現在、ベリー、コルカタ、バンガロールには、地下鉄がある。またチェン内でも建設中であるほか、 計画中の都市も多数存在する。デリーメトロは順調に路線を拡大しており、2021年にすべての整備計画が完了すると、ロンドンの地下鉄を超える世界最大級の都市鉄道網となる見通しで、同年のインターネットによる利用者調査の結果、世界の18のメトロのうち、総合顧客満足度でデリーメトロが2位に選ばれた。コルカタでは、 路面電車が運行されている。現在、インドの鉄道は、パキスタン、バングラデシュ、ネパールの鉄道と接続している。ただし運行はそれほど密接とは言えない。今後は、スリランカの鉄道と連絡線を介して接続するほか、ブータンに鉄道を伸ばす計画もある。インドの鉄道は、国有が大半だが、港湾や、鉱山などの産業用、プランテーション用といった。 専用鉄道には、私鉄も存在する。インドの鉄道の一つ、ダージリンヒマラヤ鉄道インド全土に広がる。鉄道網は、以下のように分割管理されている。以下の鉄道は、公社化されている。接続あり、接続なし。ありがとうございます。